し。じゃあ、早速ですね、応援でいただいた動画の方を皆さんにお見せしたいと思いますので、まずこちらの方をご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。僕が作ってる動画よりも非常にハイグレードなものをいただきまして、イベント中で使いたいなーって言ったら全然使ってくださいっていうことでデータいただいたので上映させていただきました。また明日も、開始の時にちょっとご紹介したいと思います。どなた制作って顔文字の方なんですよ。なんて読めばいいのかわからへんねん。はい、というわけでこれ参加者さんにですねお送りしてるしおりになっております。でどういうことを説明してるかっていうのを、ざっくりとご説明します。まずバージョンですね、 1.9.4、最新の 1.10 では動きませんよっていうことで 1.4 のプロファイル作ってください。で、なぜ 1.10 にしなかったかっていう理由はですね、例の白熊ですか、白熊とかは非常に魅力的だったんですけども、まず 1.9.4 のね機能をフルで使い切ってないのでちょっともったいないっていうのと、あと 1.10 は階段ブロック以外でも歩けちゃったりするじゃないですか。あれがですね想定して作ってなかったので、普通になんかこう行ってほしくないところまで普通にスーッと行けちゃうので、ちょっといろいろマップ作り直さないといけないところとかも出てくる可能性があったので、1.9 でわざとやってます。白熊はちょっと魅力的やったんですけど、この放送はどれぐらいですかっていう話なんですけども、まず持ち時間105分です。105分です。で、隠れ里の謎を解いて、前川郷まで戻ってくるまででだいたい105分あれば行けるかなという形になっております。で今回持ち物はですね食料などの配布はありません。一切今まではね出撃セットみたいな感じで運営から配ってたんですけども、今回は一切そういうことはしません。なので事前にですね自分で食べ物を調達してきてもらいたいのです。のでちょっと早めに入ってね、ログインしてねっていうお願いをしてます。エクストラコースあるの？今回はね、エクストラコースは基本ありません。で、ただ、デイ2の後の高野菜がエクストラチャレンジっぽくなってます。また、本番コースのゴール付近では、死んだ時点でゲームオーバーの場所もありますので、くれぐれも、命はお大事に。ということで皆さんにはアナウンスしております。よろしくお願いします。要はですね今までだと、本編終わってエクストラおまけで作ってるつもりだったんですけど、エクストラも攻略しないとなんか終わってないみたいな雰囲気になんか最近なってきてたので、これはまずいなと、なんか時間余った人用になんかおまけで作ってたものがなんかそこが最終ゴールみたいな感じの捉え方になってたので、これはまずいなということで、もうエクストラコース的な
内容をもうむしろ本編に組み込んで、もうその中でも完結させようという形に、方向を変えてます。ですので、エクストラチャレンジっていうのは、ないですっていう形なんですが、本編の中に、その要素があると思ってもらったりです。ですから、死んで、はい、バッドエンドですっていう 最後、バッドエンドで終わるか、グッドエンドで終わるかっていうのはありますので、くれぐれも命はお大事にと いう形になります。今回の、本編のマップが一応こんな感じになっております。で、中央にあるのが集落。中央下にあるのが集落。そして大手門があって、その先に迷い河があります。で、この本島の周りにですね、1島、2島、3島、4島、5島、6島、7島、これ7島って書いてるんですけど、発音しにくいので7島と呼ばせてください。で、8島。ということで、8つの島が周りに浮いております。で、それぞれの、島にはですね、それぞれの、特色ある島が、1の島には1の島、2島には2の島みたいな形で、塔が立っております。で、結論で言いますとね、ここを掘り込まれます。迷い込みます。で、まず集落で、探索して情報を集めていただいて、何をしたらいいのかをまず自分で探索して得てください、情報を。で、最終目的としては、帰ってくる。前川郷に帰ってくる。どうやって帰ってくるのかは、集落を探索して自分で探してきてください。ただ、これだけの建物と島が周りにあるよっていうのだけお伝えしたいと思います。以外はですね、前川郷の探索をお楽しみください。街全体を作り直したので、七不思議、新七不思議、あとは八つの伝承。で、八つの伝承っていうのが、これです。8島ありましたね。8つ島がありますから、このそれぞれの島の、内容とリンクした、ものが前川に伝えられてるっていう設定になっております。ですので、例えばその島の、例えば探検することもあるでしょう。何島行ってきましたと。で、それに付随したものがこの前川郷にあって、あ、これってもしかしてあれのことなん？みたいなのがもしかしたらあるかもしれない。あるかもしれない。あ、これ探検してきたところのあれやったんか、みたいなのがあるかもしれないので、ぜひぜひお楽しみにいただければなと思いますよ。あと、七不思議に関しても、今回の七不思議っていうのは体験型七不思議になってまして、単に七不思議の書物があるだけでなく、当然書物もあるんですけど、あるだけでなく、七不思議自体がコマンドブロックによって動作する内容になっておりますので、要は文献を見て、どこどこにどういう怪異が起こるらしいみたいな文献が隠れています。で、その文献を探してもらって、実際にそこに行ってみると、そういう怪異を体験できるっていう形になっておりますので、ぜひ7種類のね、会議を体験していただければなと思います。そんな感じですよ。そして、また街中の池付近では釣り大会に参加できるミニゲームがありますということで、釣り小屋の横にある参加ボタンを押してスタート。で、一定ポイントでアイテムっていうのが、これキュウリですね。前川キュウリ80ポイント釣ると、前川キュウリがもらえます。で、それはあることに使用できます。何に使えるかはぜひ皆さんでお試しください。残しておくといいことがあります。 A 組第1走が、フェさんと犬付健二君、そして2枠目が博士氏とカシオ氏。これはカシオペアですね。博士博士オペアですね。そして
3組目が飛龍さんとウェルさんですね。で4組目が、ユニさんとショウコさんですね。でユニさんがねお昼はなんかあの大声張れないですって言ってたんでちょっと大丈夫かな、なんかなんやろ、昼に壁ドンされるってすごい、な何時差かな、 USA の人なのかな。で A の5組、J モンと赤石先生で、赤石先生がですね、俺無理やと思ってたんですよ、一応お誘いした時に。なんだ今福岡行ってるでしょ、マイクラブかなんかのイベントで昼間イベントやってるはずなんやから無理やと思って、でも一応聞いとこう思って聞いたら、待ってましたって返事来て、え、来んのと思ってこれんのマジでと思って、なんかよう分かれへん、ほんまに配信できんのかなあ、全然なんかテストとかやりたいとかも言ってけへんし、大丈夫なのかな、ちょっと分かれへん、大丈夫なのって言われても、俺が大丈夫なのって一番思ってるから分かれへん。最悪 J モンは一人でやりますって言ってたけどないやでも一人じゃ進まれへん、なんか場所あるから積むでって一応言っててんけど、ここちょっとどうなるんでしょうね。5枠ね。で6枠目マックスさん、ゾノさんで、マックスさんゾノさんの後はね、はい、60分休憩取ってます対策済みではあるんですが、これでももしかしたら足らない可能性があるので、まだこれでも不安なんですよね。休憩時間60分取ってるけど、それでもまだ不安なんですよね。大丈夫かな。っていうのはね、マックスさんね、今年は僕にですよ、 DM で、今年はマイクラの練習事前にやりますんで任せといてくださいってどやーって DM 来てたんですけど、あの人いっぺんもマイクラの放送してないよねあれ聞いてた話と違うぞと思って、してねえぞと思って、大丈夫かちょっと思ってるんですけど。で A の7枠いきます。 A の7枠がワイワイさんと前田くんですね。大取りを今回取っていただきます。初参加なんですけども、僕が直接、お願いして来ていただくように、どうでしょうって言ったら、一応来ますってすごいいい返事いただいて、助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。日曜日のですね、1枠目が川田さんとおじょぎりさんで、おじょぎりさんは、前日の釣りから延々多分ログインされて朝を迎えると思います。そして2枠目がエフヤンとラッターさんですね。はい、よろしくお願いします。そして3枠目がテラゾウさんとポズさんですね。まあ、ポズさんに関しては、まあ、これだけ僕からの挑戦状を叩きつけたので、探索の方、どこまでやってもらえるのかなっていうのが、まあ、一つの見どころかなと思います。そして、大将木野さん、大将木野さん枠です。よろしくお願いします。そしてその次がコウスケさんとセラミカルさん枠なんですけど、この枠で一番僕が心配なのはセラミカルさんの、テストができてない、テストができてない、しかもタイムシフト昨日の段階でもまだ取れてないっていう話だったので、大丈夫なんかなっていうここもちろん余裕欲しかったんけどな。次のね、トワコさんファンキーさんが60分なのでこっちを15分休憩枠に入ったんですけど、大丈夫かな、大丈夫かな、どっちもちょっと余裕見たかったんですけどね。もしかしたらトワコさんとこちょっと10分くださいとか言いに行くかもしれない。休憩50、こっち食い込んでいいから、こっち食い込んでいいからちょっとくださいって言いに行くかもしれない。ここ鬼門ですね。ここが非常に難所になっております。そして最後小島さんと、セピアさんということで、小島さんセピアさんに関してちょっと、説明しておくと、ニコニコのですね、実況者の、説明会みたいなのがニコニコの本社かなで開催されたんですよ。でそこに公式とか町会議とか出たことある実況者が呼ばれて、レクチャーを受けてたんですけども、その打ち上げがありましてね、銀座で。でその打ち上げ会場で、まあ、隣の席になりまして、で、まあ、町会議で昔飲み会でお会いしたの覚えてますって話から始まって、で、まあ、マイクラ肝試し毎年やってるんすよって話してたら、
そんなん出ないですよねって話してたんですけど、そうしたら、いや、あの、事前に言ってくれたら、あの、出ますよみたいなこと、いや、そんな社交辞令ちゃいますのみたいな話をしてたんですけど、あの、普通にね、いや、出ます出ますみたいなお返事だったので、じゃあ今回誘ってみるかということで、お誘いしたのがきっかけになってます。そして、探索マップということで、これを皆さんに、まあ、お渡ししてるので、参加者さんには、集合場所はね、ここにする予定です。本編の集合場所はこの見せ物小屋の前、見せ物小屋の前が、本編のスタート位置になるので、アナウンス的には見せ物小屋の前に来てください、アイスクリーン御殿の、角です、みたいな言い方になると思います。はい。で、ここからスタートして、こう山道を上がっていくと山腹に祠があるんですよ。ここが隠れ里への入り口になっているので、ここまあ集合かな。で、見せ物小屋ってわからないですって多分言う人いると思うから、その時は僕は容赦なく PDF 配ったんで見てください。まあ、または TP で強制的に呼ぶかですね。ね、あと5分あるんですけど、はい、ちょっと、はい、あの、俺開始まで休憩したいので、あの、先にちょっと謝りたいことがあるんですけど。なんだと？ケンジが、サドルをさっき釣りで釣って、うん、馬でバカみたいに遊んでるんですよ。ちょっと止めてもらっていいですか？俺が何度も言っても止まんないんですよ。ああ、ちょっと馬は。よかった。じゃあ、一応念のため俺がもう。よいしょ。ほら。ほら、ケンジ、謝って。謝って。俺は大通りを爆走してただけなのに。こういうことしとけばいいんでしょ、要は。どういうこと？こういうことしとけば、まあ、基本的に、もう、トラブらないってことだよね。そうっすね、そうっすね。そうっすね、トラブルはないっすね。マジで、だってちょっとあの、馬の中はい、また入ったんすけど、何してんの、バカでしょ、この人。ちょっと。これはね、ちょっと見せしめのためにちょっと置いとこうと思うので。あ